ゼネラルエアクラフトホットスパーギャル48ホットスパーゼネラルエアクラフト GAL48 ホットスパーツインホットスパーゼネラルエアクラフトホットスパーは第二次世界大戦中に英国のゼネラルエアクラフト社で設計製造された軍用グライダーである英国における軍用グライダーの使用は1940年5月にベルギーのエヴァンエマール要塞の戦いで最初に 使用され成功を収めたドイツの DFS-230 に触発されたものだった。グライダーがパラシュート部隊の強襲よりも有利な点は兵員を分散効果させずに一箇所にまとめて着地させることができることであった。ホットスパーは小型でわずか8名の兵員しか登場できなかったが、より有名なエアスピードホルサはもっと大型であった。 ホットスパーマーク I は実戦に使用されることを考えられていたが、作戦運用での最大積載時の性能が十分ではなかったために、その後すべてのホットスパーは訓練にのみ使用された。ホットスパーマーク I は登場した兵員が素早く降りられるように、胴体上部が開くように設計されていた。ホットスパーマーク II はより訓練に適するように主翼が16フィート切り詰められ、 コックピットの風防は大きくされた。キャビンのドアは胴体部に付け替えられた。ホットスパーマーク3は訓練機として使用することを反映して完全な複式操縦装置を持っていた。16名の兵員を運べるように2機の機体を主翼で繋いだツインホットスパーも1機製造されたが、それ以上は開発されなかった。実用的なより大型のグライダーにとって代わられたため、 ホットスパーが実戦で使用された記録はない。訓練任務ではホットスパーはマイルズマスターマーク2に栄光された。再生されたホットスパーマーク2はハンプシャー、ミドルワロップの陸軍航空博物館に展示されている。ありがとうございます。